よし、やっていくぞ。今日も元気にソウルキャリバーの実況をやっていきましょう。どうも、高橋です。まあ、動画としてはね、まあ、続いてるように見えるかもしれないけども、2019年初めてのソウルキャリバーになりますね。ちょっとドリームキャストはあまり起動してなかった。一旦電源抜くと、もう一回こう電源つ取り外すとね、なかなかこうもう一回セットするんだけど、なるほど、まあ、いざセットしてしまえばね、しまえばソウルキャリバーをやりたいよ。まだムクムクと、それは何なんすかね、ソウルキャリバーやりたいよっていうのは。このままパーフェクトでいきたい。いやもう足ガッてやるな。これ何？バンってやってるのあれ何？あれが分からんのだよな、出し方が。これじゃないの？バンってやってるの分からん。この時分からん技が出たりする。最高。強いね。まあソウルキャリバーにおいてソフィーティアは看板キャラであり、まあ決して弱キャラではない、弱キャラではない、なんとも言えない。やっぱこうオーソドックス、キリクがなんか主人公っぽいんだけど、あれオーソドックスじゃないもん、長いから使いにくい。それに比べてこのソフィーティアのこのオーソドックスさ、ガンダムよりもジムのような使いやすいかな、ジムコマンドみたいな。果たしてジムコマンドが使いやすいかどうかしら。この神よってやつカウンターなんだけど、なかなか狙って当てられるってことじゃないな。上手い人は狙えるんだろうけど。相手のタイミングバッチリ合わせられなきゃ、ね。まあ、それであれば別にあの相手を倒しきらなくてもね、落としても勝ちだから。落ちる方が悪い。おいで、落としチャンス確実に落としパンチを、落としチャンスを狙ってあ、こうやって相手にプレッシャーをかけつつの卑怯ではないから、別に卑怯ではないから、うん、コンピューターがちょっとこちらの意図をあまり組んでくれてなかっただけだから。いやまああのどう戦っても強いね、ソフィーティアはね。あまり弱点だし距離がない、ちょっとシャッリーチが短いかなっていうのそれぐらいのもん。そう、ちょっともほとんどね、ほとんど気にならない程度の、ね、この蹴りで決めようと思ったら、さあどうする。ああ、そうか。当たるか。もう、語る前。ざっとどうでもいいよ。ちょっとお遊びが過ぎた。
アストロス、ガンガン押していくよ。ガンガン押していく。ガンガン押していく。アストロス相手にガンガン押していく。怖いよな、なんかこんななんかこう威圧感のある魔人みたいなやつに対してさ、ガンガン押していってさ、なんかそっちの方が下手したら重いっていうか強いっていうか硬いっていう。うわぁ、弾こうと思ったのあだとなった。相手もこっちを、相手も自分を舐めてきてるって分かってきてるな。うわ危ねえ。刺しとく。結構際どくなかったこの試合。だいぶこっち追い詰められたところから逆転してると思う。ガバ、それがじゃあ、それがまあ、あの弱点じゃない、実力者ってやつだ、実力者。もう引き返せないだろ。もう引き返せないらしい。これもガンガン押していく。その凡重な武器を選んだことを後悔させてやる。バイバイ。初めっからリンガード出会いなんだよこっちは。なんかこう相手がめめしい戦い方してんな。このリーチの外からこう、こっちは惜しく戦ってる。大技でね、大味に決めようとしたよ。そういう部分が、そういう部分よ。さあ、あと一発。怖っ。まあ、一瞬背中向けたからね、一瞬ね、それが、うん、やっぱ切ろうとしてた。あそこでもしも、まあ、ガードしてもなんとかなったかな。行くぞ、このままノーコンで行くぞ。やっぱソピーティが強いわっていうところ。これがラスボスかい、これがラスボスかい。こっちがお遊びであの空中のやつを入れなかったら、これで勝っちゃいました。いやまあ楽勝ですね、そう、ピーティアなら楽勝ですね。さあ、最後のエンドロールを読んでいこう。エンドロールじゃない、後ろのナレーション、ナレーション、ナレーション。漢字ミスがないといいけど、読み間違えました。カジシン、ヘパイストスの信託をなし、彼女は恋人の待つ故郷に帰った。ロティオン、私、分かってるさ、ソフィー。ロティオン。待ちかねた町のみんなの祝福のもと婚礼を挙げる二人、そして月日は流れ彼女は新たな命を授かり育むこととなる。私にはもう届かないけれど、この子には神様の声が。問いを知ってか知らずか、その子はただその微笑みを母に返した。